ジンベイザメ、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 リンカドンチュープスは、天軸ザメ目ジンベイザメ科に属する唯一のサメ。ジンベイザメとも、サメや軟骨魚類としてのみならず、すべての魚類の中で、現世最大の種である、生物に関する世界一の一覧魚類、1位1メートルも参照。世界中の熱帯、亜熱帯、温帯の表層海域に広く分布する。 動きは緩慢であり、基本的には人にとって危険性の低いサメである。世界中の熱帯、亜熱帯、温帯、緯度プラスマイナス30度以内、その表層海域に生息し海遊するが、ラグーン、サンゴ干渉、湾内にも入り込む。川口付近で見られることもある。特定の海域に止まる傾向の見えるメスに対し、オスは広い海域を海遊する。 彼らは基本的に単独性であり、餌が豊富な海域でない限り集団を形成しない。現在の生息数の実際については必ずしも明確ではない。最大全長20メートル。現在、個体記録の信頼に足る最大値は体長約13.7メートルである。体重は20トン。体型は防水系。体の幅は頭部で最も大きく。 通常1.5メートル程度である。扁平な形の頭部を持ち、その正面の両端、口の端の近くに小さな目がある。横幅が最大で1.5メートルほどにもなる。大きな口の中には、細かな歯が300から350本、列を成している。5体のエラ列、祭列は、胸びれ元気、胸びれの始まりの上前方にある。体色は、腹部は白に近い灰色で、 それ以外のすべての部分は色合いが濃く灰青色である。頭部、胸びれ、尾ひれには炭鉱色の反転を、頭部には白い格子の中に炭鉱色の反転が配された独特の模様もおり、西洋ではチェス盤ンの模様に例えられる。さらにこの模様には個体ごとに個性が見られ、観察するにあたっての個体識別にも大いに役立つ。皮膚組織は分厚く、 その厚みは、最大値でおよそ10センチメートルにもなる。生体の尾ひれは普通は半ば三日月系。下部が、やや小さい、時に三日月型であるが、若い個体のそれは、下部が目立たず、上部だけが大きいという特徴を持つ。俗名リンカドンは、古代ギリシア語で、ふん、花面の意があるリンコスと、葉の意があるアデュースに由来する。 本種は1828年4月、南アフリカケープタウンのテーブルベーにて捕獲された約4.6メートルの標本をもって、英国人生物学者、アンドリュー・スミスにより、分類、記載された。本種が属するジンベーザメ科は、ジンベーザメの一属一種のみで構成される。ジンベーザメ、種は、約六レーレレレレレ前、新生代古代三期赤新生中期。 セランディアンに登場したと考えられている。KT 協会で絶滅した大型の海生爬虫類のニッチを埋める形で進化したもの推測される。プランクトン、オキアミを含む小型甲殻類やその妖精、糖足類の妖精などのほか、小魚、海藻などを接触する。海水と一緒に、それらの生物を高校内に吸い込み、吸い込んだ水の中から、 微細な生物だけをこし取り食べるための串状の器官で、あるエラ派、サイワでし取り、エラ列から水だけを排出し、残った生物を飲み込むという接触方法である。プランクトンは海面付近に多いため、ジンベイザメも海面近くで、ほとんどの時間を過ごす。サンゴの産卵期にはその卵を食す。海面付近に漂う餌を効率よく、口内に吸い込むために、 体を垂直近くにまで傾ける習性が見られる。このため、大きな個体を飼育する沖縄チュラ海水族館では、ジンベイザメの成熟した個体が、そのような姿勢をとるに、十分な大水槽の水深を10メートルとしている。本種とイワシ等の小魚は共にプランクトンを主食としているため、両者は同じ海域に餌を求めることが多い。 小魚やその小魚を餌とする中型の魚はカツオやマグロといった大型海遊魚の餌であるら、本種のイルカ域には大型海遊魚の群れがいる可能性も高くなる。これに関連する民族的事象については人間との関係の項を参照のこと。マグロはジンベイザメに常について回るわけではない。動きは緩慢で遊泳速度は平均時速4キロメートル。 最大でも時速1 3トル程度である。性格は至って温厚で、人が接近しても危険性は低い。非常に臆病で、環境の変化に弱いため、飼育は難しいとされる。大阪市の海遊館や沖縄県の国営沖縄水族館、現沖縄チュラ海水族館などで、木の飼育記録がある。繁殖については、あまりわかっていないものの、 数年に一回の割合でしか出産しない繁殖力の低い動物である。かつては卵性であると信じられていたが、1995年に妊娠中のメスが捕獲され、卵体制であることが判明した。卵は、長径3 0トル、短径9トルに達するものもあり、メスの体内で孵化した後、4 0トルから6 0トルに達した状態で出産される。 約30年で成熟し、60年から70年ほどを生きる。中には150年を生きるとの説もある。露化接触動物は、生態ピラミッドの最低位にあるプランクトンを主食とする定時消費者のニッチ、生態的地位である。しかし、動物市場では、この地位にこそ最大級の種が含まれていることが差は、露化接触性のニッチの占有者は、 生態系の中で常に存在していたはずであり、時に最大級の種の存在が確かめられる。軟骨魚類としては、ジンベイザメやウバザメ、オニートマケなどがその恒例であり、海生動物全体ではヒゲクジラ類が筆頭に挙げられる。また、過去の時代では、中世代の一時期を生きた甲骨魚類のリードシクティスが、シロナガスクジラに迫る、史上最大級の動物である。 最も生物総量に優れた最小の消費者、実際は生産者も含むを優先的に大量に取ることは、生物的強者でなければ許されない特権とも言える。彼らは定時消費者ではあるが、その意味で勝利者である。この日チの占有者、その祖先動物は、競合力の高さによってその地位を獲得していったと推測される。 本種を対象とした漁業及び他の漁種を対象とした漁法による根核などにより生息数は減少している。船舶のスクリューによる障害、観光による攪乱、原油流出などの海洋汚染などによる影響も懸念されている。2003年にワシントン条約付属書 E に掲載されている。前述のようにジンベエザメの周囲には常に イワシや、カツオ等のの大小の魚類が群れている。日本ではこの関係が経験的に古くから漁師に知られ、本種は地域によっては大量の吉兆とされ、福の神のように考えられてきた。エビスザメ、生物学上実在するエビスザメとは無関係という関東方言による故障などを甘さにこのことを表すものであるし、その他の各地でもエビス。 エベスさんなどと呼ばれて崇められてきた漁業神には、クジラ類だけでなくジンベイザメもその正体に含まれているという。そして、この信仰は現在も生き続けており、祠は大切に守られている。生態の甲、およびエビスのクジラ、ワタツミ、漁業神としての変遷の甲も参照。宮城県近火山沖に出現するという伝承が残る、海の海。 ジンベエ様は、その正体が、ジンベエザメではないかと言われている。船の下へ入って船を支えていることがあり、守備がつかめないほど巨大なものとされる。これが出た時には、カツオが大量になると言われる。先進国では、肉は食さない。しかし、ジンベエザメのフカヒレは、最高級のものとされ、天長バニと呼ばれ、珍重される。先進国の中華料理店で、 フカヒレが好まれていることが発展途上国の漁師によるサメ全体の乱獲につながっている。沖縄本島よみた村沖の海中池巣内で飼育されている。池巣内外でのスキューバダイビング及びスノーケリングが可能。水族館では2009年7月現在、海遊館とチュラウミ水族館で複数飼育を行っているほか、イオワールド、 鹿児島水族館やの戸島、臨海公園水族館でも、幼少個体の飼育の試みを続けている。海外では、米国のジョージア水族館で、台湾で捕獲されたジンベイザメの飼育が行われている。スキューバダイビングの世界では、ダイバーの憧れとされる、モルディブ、ガラパゴス諸島、ココシマ、およびスミラン諸島、エなどで、目撃例が多い。回遊しているため、 沖縄、四国、伊豆などでも稀に見られる。ニューギニア島北西部のチェンデラワシ湾では、地元の漁師がバガン船と呼ばれる伝統的な漁船を使い、ジンベイザメと遊泳するツアーを実施しているほか、研究者による調査に協力している。和名、標準和名、ジンベイザメは、体にある模様が着物のジンベイ、ジンベイに似ていることから名付けられたとされる。 日本各地の方言による呼称は、イビスサガ、茨城県、ジンベ、茨城県、エビスザメ、千葉県、神奈川県、静岡県、ジンベエ、千葉県、ジンベエ、福井県、サメ、高知県、クジラブカ、鹿児島県、水沢、沖縄県などがある。英名ホエールシャークをはじめ、独名ウォルハイ、バールハイ、クジラ、サメ、フランス語、ディークインバレン、ルカンバレーヌ、 サメ、クジラ、イタリア語名スコロベレナ、スクアーロバレーナ、サメ、クジラ、中国語名では、など、多くの言語で、クジラザメを意味する名を持つ。台湾語名では、その肉の味から、豆腐の異名がある。ベトナムでは、ジンベイザメや、クジラ類のことをシー、アン、カーオンと呼んで、古くから、信仰対象としてきた。魚を意味するシーに、おじいさんを意味するアン。 漢語、沖縄に由来し、年長男性への損傷としても使われるを就職語として添えており、いわばサーフィッシュ、魚ジーとでも言うべき語感のある言葉である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。